ステロイドホルモン。ステロイドホルモン、とは、脊椎動物や節足動物などに作用する、ホルモンである。脊椎動物のステロイドホルモンは結合する、受容体により、以下のように分類することができる。である。ビタミン D 誘導体はホルモン様受容体に、結合するホルモン系に関係するが、科学構造的には、ステロイドというよりはステロールに属する。 炎症性疾患の治療のために用いられる。いわゆる、ステロイドは、ステロイドホルモンを配合した薬品、ステロイド剤のことであり、多くの場合は、糖質コルチコイド及びその改変型が用いられる。また、スポーツなどで、その投与が、ドーピング問題として取り上げられることがある。ステロイドとは、ステロイドホルモンと同様あるいは、それより、強力なホルモン作用を持つ。 人工的に合成サタステロイドであり、アルドステロンやアンドロゲンが用いられる。外用剤は、皮膚炎の治療にも使用される。ステロイド外用薬を参照のこと。また、節足動物における、エクジジョンのようなエクジステロイドも含む。天然型ステロイドホルモンは一般に生殖腺や、副腎において、コレステロールから合成され、それらのホルモン分子の構造は脂質であり、それらは、 細胞膜に達すると容易に内部に通過し、細胞核へ到達す。肝臓で下毒を行う酵素として知られるシトクロム P450、英語、サイタクロム P450 は、ステロイドホルモンの生合成に関与している。ステロイドやステロールは脂質に溶解するので、血液から標的細胞の細胞膜やその中の細胞質へとかなり自由に拡散することができる。従って、 ステロイドホルモンも、その誘導体も、細胞膜を通過することができ、細胞内にある受容体と結合する。これは、ペプチドホルモンが、極性のために細胞膜を通過せず、細胞膜上の受容体と結合し、シグナル伝達を行うのと対照的である。細胞質中では、ステロイドは、酵素が関与する、還元、ヒドロキシ化、方向化などの変換を受けたり、 そのままであったりする。そして細胞質中でステロイドは特異的な受容体と結合する。ステロイドとステロイド受容体との結合は多くの場合は二両体を形成する。二つの受容体サブユニットが互いに結合して DNA に結合する機能を持つユニットが形成され、それは細胞核に入ることができる。ホルモンシステムのいくつかは熱ショックタンパク質に関連した受容体 分子シャペロンであることが知られている。ホルモンが核内に入り込むと、ステロイド、マイナス受容体、機質複合体は特定の DNA 配列と結合し、標的遺伝子の転写を誘導する。ステロイドホルモンは、血液中では一般に、特定の輸送タンパク質と結合している。性ホルモンやコルチコイドは、クロブリンと結合している。さらなる構造変換や以下は、肝臓や、 周辺組織あるいはホルモンの標的組織で行われる。また、組織に広く分布するために、血液や組織液中にいる時間が長い。その結果、水溶性のものに比べ持続性の長い応答に関わる傾向が見られる。ステロイドホルモンは、その機能から、性ホルモン、糖質コルチコイド、硬質コルチコイドなどに分類される。性ホルモンは、タンパク同化ホルモンも含むが、 詐欺的な作用を持つことがほとんどである。すなわち、糖質コルチコイドであっても、硬質コルチコイドのような塩類代謝作用を微弱ながらも持っており、機能による分類は一応の目安に過ぎない。また、ステロイドホルモンは皆、生体のエネルギー利用を助ける方向に作用し、血糖値の上昇、水分の保持、気分の高揚などの作用を持つ。このため、副腎皮質の機能不全や、 副腎皮質を制御する下水体の機能不全で、ステロイドホルモンが不足すると、全身の倦怠感などが出現する。いわゆる環境ホルモン、内分泌拡乱物質は、ステロイドホルモンの受容体と結合し、転写を阻害、または不適切な時に促進し生体に悪影響を及ぼすことが多い。様々な合成ステロイドや合成ステロールが作り出されている。 その多くは、ステロイド化合物であるが、似た分子形状のために、ステロイド受容体に作用するヒステロイド分子も、含まれる。受容体作用の点で、いくつかの合成ステロイドは天然型ステロイドよりも、弱いが、あるものは天然型以上に強いものもある。次に合成ステロイドホルモンの一部を示す。ステロイドホルモン、あるいは合成ステロイドは、医薬品としても用いられる。 最も著名なステロイド剤で、日常的によく使用されているのが、グルココルチコイド系のステロイドホルモン、副腎皮質ホルモン及びその合成アナログである。グルココルチコイド系ステロイドは、リンパ球の増加を抑え、炎症を強力に抑制するなど、広く生体環境の向上作用を有する。部位特異的に作用する薬剤とは異なり、遺伝子に直接的に作用して、効果をもたらし、 幅広い、様々な病態改善に使用される。気管支喘息アトピー性皮膚炎を代表とするアレルギー疾患をはじめ、抗原病、多発性硬化症など自己免疫疾患に対する治療薬として利用されるほか、アクセリンパ種に対して直行する。一方で、感染症を併発している病態での使用は、その感染源である細菌等の生態心を助長する恐れがあるほか、 特に重大疾患においては非常に効果が高い反面で重篤なものを含む多彩な副作用も認められており、その使用には慎重を要する薬剤の一つでもある。抗炎症薬として使用されているものには、抗炎症活性を高め、かつ本来の血糖値制御などのホルモン活性を低める目的で就職期を改変されたものもある。プレドニゾロン、デキサメサゾンなど。 ステロイド内服薬、ステロイド外用薬、吸入ステロイド、点滴、座薬、点眼薬などの形態が存在する。医師による処方薬のみならず、一般に販売される市販薬にも含まれているものがある。筋肉増強剤に使用されるステロイドは、アナボリックステロイド、タンパク同化ステロイドとも呼ばれる。該当記事を参照のこと。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。